ルネテオフィルヤさんとラインネックはフランスの医師、ルネライネクトも、1816年に超診器を発明し、それを利用した胸部の診察方法を考案した。1822年にはコレージュド・フランスの講師となり、1823年には医学部の教授となった。1826年、結核の試し去、ブルターニ半島のカンペールに生まれる。 6歳の頃に母が結核で亡くなり、その後聖職者の王子のもとに引き取られた。やがて大学の医学部で教鞭を取っていた叔父を頼って、12歳の時に南都へ移り住む。南都では優秀な学生で英語とドイツ語を学び、間もなく叔父の指導のもとで医学の勉強を始めた。法律家であった父は彼がそのまま医師になることを許さず、 失意のルネは一時帰国中を旅し、踊り、ギリシア語と詩を学んだ。しかし1799年、再び医学を志すようになったラエムネックは、パリへと移り、ギヨーム・デュ・ピュートランや、ジャン・ニコラ・コルビサール等といった有名な医師の下で学んだ。彼はそこで、音を利用した診察方法の手ほどきを受けた。死の一人コルビサールは、1761年に、 レオポルト・アウエンブルカーが提唱し無視された音に基づく診断技術の再検討を主張していた。ラエンネックはフランス革命の頃になんとで手術の助手を務めていた。彼は新人部会カトリック教徒であり同時に非常に親切な人物として有名で、貧者への彼の事前活動は彼の語り草となっていた。ラエンネックは古典的論文でいる。 オースケルテーションミディートを執筆し、1819年に発表した。その序文には次のようにある。1816年、私は心臓の病気の一般的症状に悩まされている若い女性を診察した。その症例では死亡がつきすぎていて、打診や触診ではほとんど何もわからなかった。前述したもう一つの診察法は患者の年齢や性別によっては、 実施が難しい。そこで私は音響についての単純でよく知られた事実を思い出した。すなわち、木片の一端に耳を押し当てると、もう一端をピンで引っかいた音がよく聞こえるということである。そこで私は髪を丸めて筒状にし、一端を心臓のあたりに押し当て、もう一端を私の耳に当てた。すると、心臓の鼓動が耳を 直接押し当てた時よりはっきり聞こえた。特に患者が肥満の場合には、患者の胸に直接耳を押し当てるよりも、聴診器を使った方が、はるかに聞き取りやすいことを、ラエンネックは証明した。また、女性患者の場合、直接的な触診ははばかられるが、聴診器であればそうした問題もない。世界初の聴診器の図現代の聴診器ラエンネックは、以前に、 子供たちが長い中空の棒を使って遊ぶ様子を見たことがあり、それが聴診器の発明につながったと言われている。子供たちは一方の端に耳を当て、もう一方の端をピンで引っかいて、音が増幅されて耳まで届くのを楽しんでいた。また彼にはフルートの趣味もあり、そのことも聴診器発明のインスピレーションを与えたのかもしれない。 彼が最初に試作した聴診器は長さ約25センチメートルの木製の中空の円筒で後にそれを3つの分離可能な部品で構成する様に改良した。彼は特に胸を患った入院患者を見ることが多かった。そのため聴診器で聞こえる音の変化と胸の病理学的変化とを関係づけることができ、この新たな医療器具の活用法を さらに開拓していくことができた。ラインネックは、聴診によって聞こえる音を分類し、レイルズ、ランコヨークレピティンス、イーガーハニー等の用語を考案した。これらは、今でも医師が診察で、日常的に使っている。1818 18年2月、彼は、アコダミデマザンでこれらの発見について発表し、1819年に、論文を本にまとめて出版した。 当時一般的であった患者の体に直接耳を押し当てる直接聴診法に代比させ、ラエンネックは関節聴診法という新たな専門用語を生み出した。また彼は自身の聴診器をステシスコープと名付けた。ステサスは胸、スコーポースは診察をそれぞれ意味する。無論、聴診器はべての医師に歓迎されたわけではない。アメリカの有名な医学雑誌、 ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンは2年後の1821年に、ラエンネックの聴診器の発明を紹介している。しかし1885年になっても、耳があるなら、聴診器ではなく、耳で聞けと主張する医学者もいた。アメリカ心臓協会の創設者 LA コーナーも、直接聴診のために、患者の胸に当てる絹のハンカチを常に持ち歩いていた。ラエンネックは、聴診器を、 ザ・シリンダーとも呼び、数年後の死に際しては、我が人生最大の遺産として、これを自身の老いに譲った。両耳を使う現代的聴診器は1851年にアーサー・リードが発明した。これを1852年にジョージ・キャマンが商業生産向きに改良し、それが後の標準となった。学生の前で患者の長身を実演してみせている。 ラエンレックラエンレックは、腹膜炎と肝硬変の解明に貢献している。肝硬変の名称スロウシスは、ラエンレックが命名したものである。メラノーマもラエンレックの命名で、肺への黒色種の転移について研究している。まだ描学生であった1804年、彼は黒色種に関する初めての講義を行っている。この講義は1805年に出版された。 ラエンネックが実際に使った言葉はメラノスでギリシア語で黒を意味するメラまたはメロンに由来する。なおデュビュイトランは黒色種の研究について自身の貢献をラエンネックが無視しているとして後に両者の間で辛辣な手紙のやり取りがあった。彼は結核の研究にも力を入れた。皮肉なことに後に彼の老いがラエンネックの超新機で ラエンネック自身を診察し、結核の罹患を発見した。また、ラエンネックは、対象の科学的観察を主張した。ベンジャミン・ウォード・リチャードソン教授は、ディサイプルズ・オブ・アイスクール・ラピースの中で、真の医学生は2年間の研修の間にラエンネックの関節調診法と調診器の使用法についての論文を少なくとも一度は読む。それは、ベサリウス、ハーベイ。 ヒポクラテスの業績にも被験するものだと記している。ルネ・ラエンネック・ラエンネックが関節診察法を執筆した、オピーター・ルネッケル、アンファンツ・ツマラダの外壁、リューデ・セベラ149番地の病院入り口付近に、ラエンネックの肖像が浮き彫りされた大理石の記念碑がある。碑文には、ドンセット・オピーター・ル・ライオネック・ディクバートエル、オースケルテーション、 1781から1826とある、現代的な病院の建物が並ぶ中で、この正面からは古い建物がいくつか見える。ありがとうございます。